そうですね非常識な成功法則、ね、うんまあでも非常識にやっていくしかないんですかね非常識なことをしたらだんだんそれがみんながやりだして常識的になっていって以前の常識的なものが時代遅れになって非常識になると今更さらそんなの非常識だよみたいになりますよねだから移り変わっていくっていうのは私が言わなくてもその通りなんだろうなと思いますだから非常識でああればあるこそ 過去の成功例に取られることなくこれからの、ね、未来の成功例をやっていく過程では非常識と思えることの中に新しい常識があるのかなってところですよねうんまあ私がねやっぱこう過ごしてきた10代ってうのは、うん、学歴をつけていい会社に入るっていうのが常識的な成功法則でその成功っていうのは中流過程だったんですよねでも今は中流っていうものがなくなってきてて 最下層でつまり所得が低いけども幸せに生きる成功もあればとにかく稼ぎまくってね思い通りの人生をこう謳歌していくっていうのもあってなんかどっちも自分なりの成功なんでしょうねきっとねでもやっぱり痩せ我慢さえしなければ選択肢が増えた方がいいに決まってますよね食べたいものを食べて住みたいところに住んで会いたい人と会って会いたくなければ会わないみたいなねでも今おそらくその自由度の低い 生活を送ると行きたくもない会社に行きたくもない時間に行ってそしてしたくもないことをすることによってお金をね欲しい額だけはいただけなくってえー、これだけみたいな額をもらってそれで食べたくもない半額のシールの貼った弁当を買って帰るみたいなことになるのかなと。だからやっぱりいつののも自分の 選択肢を広げるためには、お金を幅広く持った方がいいのかなと思いますよね。昔ね、アラジンと魔法のランプっていうのがあったじゃないですか。で、ランプの精が出てきてアラジンに言うわけですよ。願いを三つ叶えてやる。って私はこの三つ叶えてやるっていうのを幼い頃聞いた瞬間に、じゃあ最初の願いはね、アラジンはなんかお腹が空いたとかなんかつまんないことで使っちゃうんですよ。私が思ったのはバカだなぁと。 三つの願いの最初の一個目は、三つの願いを十個にしてくださいとかね、百個にしてください。それお願いしますみたいな、とんちは働かなかったのかなと、幼い頃に思いました。まあ、つまりは、これなんですよ。願い事が三つ、つまりお金が三つだと、限度がすぐ来ちゃいます。だから、本当に自由度低いんだけども、なんかその都度その都度ね、三つの願いを百個にしてください。つまり売り上げを上げていけば、 その自由度ってずっとなくならないんですよね、うん、だから使った分だけ増やしていくっていう呼吸のようなサイクルが訪れるんで、うん、うまくやっていけるのかなとそれで突発的に何かね10とか20が必要になった時にはじゃあ10とか20に増やそうかなっていう発想ができるかなともちろんうまくいくとは限らないので必要じゃない時にもちょっとストックを持っておくってことになると思いますけどね だから3つの願いを叶えてやるっていうのを非常識な回答ですると3つを10個にしてくれ3つを100個にしてくれ3つを無限にしてくれっていうのなね非常識なそのお願いをすることができるんじゃないかなと思うんですよ。それがまあお金を稼ぐってことなのかなというふうにねなんとなく感じてますけどどうですかね。それじゃ